みなさんこんにちは。エレガンスマダム千夏の部屋始まりましたよ。こちらはインターネットシャナナ TV より世界へ発信中です。もうそろそろ覚えてきてると思いますけれども、大丈夫ですか？はい、この番組は私エレガンスマダム小林千夏が縁の下の力持ちを存分に生かしたスペシャルなゲストをお招きし、あれやこれやと好き放題に、ゲストのあんなことこんなことそんなことはどうなってんのとか、まあ、いろいろね聞いていくよという番組になります。オープニングのねこの言葉もそろそろ変えてみようかなと思うので、いい案がありましたらどうぞ教えてください。それではいきますよ。千夏のいきなり鹿児島弁講座。素晴らしい。もう前回から言ってますけども、最近もちょっと短めにしたんですね、鹿児島弁。もう笑っちゃうから。その後皆さん単語覚えるんじゃないかな。今実際鹿児島でそういう言葉を使っているかは分からないんですけれどもね。本日はとても簡単です。難しいですよね。鹿児島弁って難しいですよね。これを鹿児島弁で申しますとすいません、また余っちゃった自分が頑張る、頑張るね、頑張、何わかんない、頑張る使ってんのかな。鹿児島弁は昔からな、これあの毎回止まってますけど、私が止まってるんですよ。事故じゃん。鹿児島弁って難しいよね。鹿児島弁は昔からな、という感じになりますよ皆さん。でしょう。もう言ってしまえばハマらない、言う前がハマっちゃって自分が、いやいや、まあ、こんな感じになるんですけどね。もうそろそろ小林夏、そろそろ探してください。世界へ鹿児島弁発信してますので、ね、焼酎ちょっと飲めませんけどね、芋焼酎、まあ、そこはご勘弁していただいてと思いますが、本日のゲスト、なんとあそこから来ていただきました。あそこってどこか分かんないけど、まあ、それはまたおいおい聞いていこうと思うので、結構不思議ちゃんなのかな、わからないけど、いろいろ探っていきたいと思います。皆さんお帰りなさい。どうでした CM？ はい、最近 CM もちょっと絡んでいこうと思ってるんですけどね、もしかしたらそろそろ私の CM もできる、そんな予定は全くはございません、ね、それではゲストさんをお呼びしたいと思います。消しゴムハンコ作家の吉田ゆかりさんです。こんにちは。見て、ここにいるの分かった？あそこからやってまいりました、はい、吉田ゆかりです。はい、あの、はい、頑張ります、頑張ります、イエーイすいません、もうちょっと待って、まあ、いいですか、はい、いいですか、はい、いや、今日は本当にありがとうございます。とんでもないです。とんでもなくないですよ。ちょっとなんかハンコしか見えないんだよね。まあ、ハンコだけ出しとこうか。ハンコ ね、せめてね、パンだかな、何のご飯かなみたいな感じだから、パン粉って感じ。いや、今日はありがとうございます。またね、何、ゆかりさんの何がすごいか、まずこの持ってることは、持ってるパンダちゃんは、まあ、後でお話は触れるとして、いや、アクセですよ。そう、千夏さんに合わせて対抗してみたんです高さが足りないとか、あのさっき打ち合わせするときもう一つだったかな、もうちょっと持っとけばよかった、ここそれぐらいいけたかもね、いやでも本当素敵です。ました。いや、さすがです。とんでもござらん。もう本当このバッグの背景にね、もう今日シックな2人でいい感じじゃないですか。ちょっと言っちゃう、ちょっと私の方がなんか水玉でね、派手に思うぐらいですけれども、そうなんで
消しゴム作家、ハンコ作家。はい。何、消しゴム彫ってるんですか？消しゴム彫ってます。まあ単純に分かりやすい言葉で言ったら、あのいつもね思うんで、彫るのは分かるけど反転文字を彫るんですよ。え、でも なんで言ってること分かる？何言ってる、うん、分かる分かる分かる分かります。だって普通に読める文字で彫ったらダメじゃんね。悪魔文字になっちゃうからね。悪魔文字になっちゃうからね。鏡文字っていう。あ、そう、鏡鏡文字になるから、ね、そう、悪魔文字、悪魔文字ね。皆さんいいですか、鏡文字は、鏡文字って言いそうになるわ。鏡文字はちょっと落ちてきてたわ、こう持っとくわ私もね。悪魔文字、そうそう、それすごいね。もう何、その下書きとかされるんですか？きちんと下書きはして、うん、それを彫っていくので、うん、そんな難しくない。そのフリーハンドで歯で彫ったりとかはしないので。手でちゃんと何で彫ってるんですかってよく聞かれるんですよ。だからやっぱり歯では彫ってませんって言ったら、えっ、えっていうの失敗した、間違ったって。私あのゆかりさんのことはもちろん存じ上げてまして、あのお会いするのは結構合ってるんですね。でも実際こうしてあのお近くでいろんなお話するっていうのも実は今日が初めて。こんな近くで千夏さん見るの私も初めてだから、うん、だからあのこんな綺麗な人だった。いや、いや髪綺麗だね、いろいろね。でもフェイスブックでお互いに褒め合い、あのね、いろいろ褒め殺し鬼殺しよくわからないですけど、いろんなことやってましてね。フェイスブックではやっぱり日頃のご活躍とか、はい、本当に大人気の作家さんなんですよ。ありがとうございます。いやこれ本当真面目で真面目な話ね。今日はまあいろいろなものもね実際お持ちいただいてるんですけれども、ちょっとまず画像からね出していこうと思います。せーの、じゃん、これです。どん、これはあ、どんでもじゃんでもビヨンでも麺でも大丈夫ですよ。はい、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。頑張ります。ついていく、ゆかりについていく、頑張りますって感じですけども、これはもうお名前、ご自分、お名前は、お名前ハンコで、うん、一番イベントの時に、うん、一番人気の3センチ×3センチ四角ハンコっていう、はい、今ちょっと手元にありますか、3センチ3センチは。あれは、はい、ちょっと例えて言えば1個お借りしていただきます。あれですね、はいはい、画像の方がちょっと分かるんであれですけど、大きさ的に、まあ、私の顔に入れてこれぐらいです。うん、分かりにくい。分かりにくいね。どうしたらいい？手のひらに合わせたらいい？私の手大きいが、うん、分からない。このパンダ社員分からないけど、まあ、まあ、手に持ったんで、ね、そう、手に持った感じで3センチ押しやすい、はい、ね、なんかコインかなんか準備しておくよかった ね反省点いろいろありますけど ね、はい、でも実際に会えて、まず会いに行っていただければ ね、 そうですね、いいということですもんね。図案もすごくたくさんあるの で、 やっぱその時にあのお客様がこういうのがいいって言われたものを、まあ、それだったらできますよとか、ちょっと実は私虫が嫌いなので、トンボとか蝶々って言うとちょっと来れませんってお断りすることもあるんですけど。なるほど。クワガタとかね、うん、そこはちょっと NG です。そう、すごい NG なんですけども、それ以外だったら大体できますよっていう風な形で、イベントの時はあのお客様とお話しして決めていきます。パンダの庭としては、うん、私パンダの庭っていう名前でハンコ応募っていうんですけど、そう、パンダちゃんをおすすめしてる。そうなんです。ね、ハンコもそうですけど、彼彼女かいろいろ気になってると思うんですけど、あのパンダの庭っていうね、そのお名前で活動されている、はい、吉田ゆかりさんですけれども、なんとそのパンダの庭には社員がいるね、その社員がじゃん、先日フェイスブックを拝見させていただいてましたが、社員の何号かまでがいろんなところに派遣社員で、そうですね、嫁いでいくっていうか、なんて言えば派遣社員という言い方でよろしいんでしょうか。派遣されていくんです。今ね94号ぐらいまで派遣されます。派遣されて、はい、その派遣からなんか連絡とか来るんでしょうか。頑張ってますっていう写真がね。あ、写真がね、はい、送られてきて、そうか、派遣で行ってる先の社長さんから、はい、なるほどですね、すごいですね。でも、めっちゃ可愛いんですよ、これ。
ですね。じゃあちょっとこのパンダちゃんのドアップになっているお写真を出していこうと思います。あ、はい、せーの、じゃん、こんな顔してんの、かわいいでしょ。結構ね、宝塚のお花屋さんの看板娘さんだったりとか、喫茶店のオーナーさんの、こう愚痴の相手だ、愚痴を言う相手だったりとか、多分千夏さんのところに派遣されたこの辺でこうヘアメイクをしてる子になったりとか、そういう、めっちゃ楽しいね、すっごい今想像したけどはぁ、そうなんです、いや、じゃあ癒し系、癒し系ですね。今からもこの派遣社員はどんどん増えていく予定なんですか？そうですね、派遣社員ちゃんは4月に25体派遣先を募集しますって出したんですけど、今もう1体も残っていなくて、はい、何そうね、なのねなんですね。それはもう今聞いた方がいい。それかもうやっぱり後でね、なんか探しに行った方がいい。3500万円。あ、3500万円で買えるんですか？そう、安いでしょ。なんて安い、もうそんな。本当ですか？3500円ですね。もうすいません。今こっから見た人何の話してるんだっていうところになりますけど。そうなんですね。いや、でも全部手作りでしょ？一体一体一応性格がついていて。おお、性格もこの番号も全部違うので。あ、本当だ。これは14号、15号、そっち6号ちゃんとか、はあはあ、なので94号ちゃんまでいるって、いるんです。でも今からも徐々にちょっとずつ派遣社員は増えていくんでしょうけど、その、はい、もう増やしていく感じで徐々に。そうですね、ちょっと一時やっぱりハンコを彫るのがすごく、実は私年間2000個ぐらいオーダーハンコを、2000個以上かな、彫らせてもらっていて、1つこれを2000個です、単純に言えば。そうですね、なので一時ハンコばっかり彫ってるやっぱり時期があったんですけども、やっぱり何が自分にとって一番可愛いかとか、って言ったらハンコももちろんそうなんですけど、やっぱりこの社員ちゃんが大事だなって思い始めて、はい、そうだから本当に、まあ、ハンコ掘りますね。初めてこれ持ってこられたぐらいで、はい、もうこっちのイメージの方が本当強いんですよ。そうですよね、本当はこれちっちゃいですけど、実際のイベント会場ではこんな大きな垂れ幕をざっと乗せて、はい、すごいですからね、イベントしますので。あの以前そのイベントでご一緒してすごい人だった。わ、もう本当に人だかりが1時間経っても2時間経ってもちょっと手伝いましょうかっていうぐらい、それぐらい、あの、まあ皆さんご存知でいらっしゃるというのも多いですけども、やっぱりオーダーをされたいから。そうです ね、やっぱり皆さんお名前が自分 の、 その商品の中にお名前が入るっていうことがすごく特別感があるっていうか、それはあると思う。自分用とかお子さん用とかにもそうですけど、やっぱプレゼントにしたいっていう方も、出産祝いとか、ね、あと お誕生日プレゼントとかも、あ、そう、嬉しいよね。名前が入ってるとね、え、わざわざ作ってくれたんっていうのがあるので、そういうところでそのママ友会とか、はい、その同窓、なんかちっちゃい頃にやる同窓会あるじゃないですか、小学校、はい、保育所とか幼稚園まで一緒やったけど、小学校上がってから別々になっちゃって、ちょっと集まろうかって言った時とかに、やっぱり10個とかまとめてオーダーしてくれる方がいらっしゃって。ちなみにハンコはこれ大きさなんですか、デザインでお値段が違うんですか？こちらの方は、そうですね、大きさと大体その細かさで私が決めてるんですけど、このタイプは700円ですね。フルネームが入って700円で。すごいですね。じゃあフルネームというか、ちょっと2枚目のお写真いこうと思います。せーの、じゃん、じゃん。これちょっと T シャツの下の方にスタンプをして、まあ、これがフルネーム入っている感じですね。お名前付けに使えるので、こうスタンプ台を変えてもらうと、お洋服とかハンカチとか、すごい、おバッグとかに押せたりとかするので、小さい、本当に0歳からも使えるんですね。お母さんがよく使ってますね。そうですね、はい、本当にだからあの、ね、入園して小学校上がるまでってこういうのってすごい必需品で、いろんなものにだんだん帰ってあるなってくるのが、確かにね、それがあることで、ちょっと楽しくなれるっていう
母さんたちから感想いただいてます。ちょっと嬉しいですね、それって。欲しくなる、欲しくなるね、欲しくなるね。そんな千夏さんに何ちょっと実は何皆さんからいやすごい千夏ハンコを作ってきました。またこの周り私好きな感じ、またねアップするとちょっとね叱られちゃうんでね、多分これは画像を上げていただけると思うので、はい、せーのじゃんこれですいやーすごい、エレガンスでしょ、エレガンス、いやーかわいい。難しくなかったですか、夏とか。だんだんやっぱり凝ってくると、そうですね、いや嬉しい、早く掘れるようになります。これで12、3分で掘ります。え本当ですか、はい、いやありがとうございます、すごい嬉しい、よくできました、よくできましたよくできましたというとね、あのここで挟んであります、よくできました、ありがとうございます、できました、いや嬉しいですよ。でもそれも小学生 のお母さんたちはその音読カードだったりとか、はあ、ドリルだったりとか、いる、あとおトイレのトレーニングとかさ、ちっちゃい子とかするじゃないですか、そこにポンポンって押すと、あと子供ってハンコに異常に異様な反応を見せるんですよ。なるほどね、ってこれあの押し出すので、うん、そのハンコが欲しくて頑張るっていう子が多いみたいなんです。そうか、すごい、ハンコってすごいですね。結構ね、ね、あの本当に隙間隙間にもうすいません、シャチハタ使ってる私は何でしょうかって思うぐらいハンコ、シャチハタシャチハタ必要ですけど、そうそうそう、いやこれのこれは用途で、まあ、このちょっとした手間が、いや本当ですよ、女子力アップにつながり、千夏さんもぜひぜひ、次回の収録からこれ皆さんの手にもします、手に押そうかな、そんな使い方もいいでしょうか。あ、いいと思います、嫌がられなければ。じゃあちょっとあのこちらすみません、ちょっと置かせていただきますね、はい、じゃあ次のお写真を行こうと思います。せーのじゃん。これゆかりさん下向いて、悩み事でもあるんですか。撮ってるの、頑張って。お、この作業、これは何、この木の上に乗せてんの。これはもう本当100均で売ってるただの箱なんですけど、これをずっと5年、6年愛用してて、その高さ的にちょうどいいんだ。そうなんです。そしたらその紙の部分のラミネートが剥がれて、またそこに貼ってとかって、歴代ずっとこれを使ってるので、もうボロボロの箱なんですけど、この、まあ、言えば狭い範囲で掘っていくんですね。そう、これ言いたかったの、ね、本当は歯で掘ってるんじゃないかっていうね、ちょっとこう噂になってた、ね、そうなってたけど、違うよっていう、ちゃんと手で掘ってるよ。ちなみに掘るものは今日お持ちですか。社員さん持ち、はい、ちょっと遠いけどね、これ小刀っていう、なんだっけ、カッター、ね、カッターナイフって言って、よく切り絵とか、はいはい、あ、そうそうそうだね、あとポーゼラーツのちょっとこう貼り付けたりとかするのを使ってる方が多いですね。100均でも売ってるんですけど、うん、でもやっぱり道具はいい方がいいですね。そうって言っても500円くらいなんです。大事です、大事です。 100円は5本買えますけどね、早くちょっとね、3000円とかするものじゃないですけど、やっぱりいいもの。私の気に入りはオルファ、ね、カッターはオルファ。オルファさんどうですか。分かんないよ、どこで誰がね、そうそうそう、見てるかわからないですから。私はオルファです。はい、オルファさんよろしくお願いいたします。でもまあその道具とあのその台で、はい、この消しゴムをこれで、まあ、千夏っていうのはだいたい15分ぐらいで、はい、およそ今日お持ちいただいてるこちらの数々でどれぐらいで1個、同じぐらいの時間ですか。そうですね、やっぱフルネームだとちょっと時間がかかるので、はい、それでも20分以内ぐらいではあります。すごいですね。イベント行ったらずっと掘ってるんじゃない、ほとんど。なんかロハスフェスタって万博公園で、あ、今出ました、行きましょう、写真、せーの、じゃん。これです。もうね、関西にお住まいの方はみんな知ってる、関西最大級のね。そうですよ、あそこでやってるのでしたっけ、太陽の塔がある万博公園。そうです、万博公園、太郎ちゃんがね、岡本太郎ちゃんが作ったね、知ってますか、調べてください、ネットでね。そういうところでこれはテントを張って、さっきの大きなのれんで、これはちっちゃいけど大きいやつ、これ今映ってるんですか。そうですね、これは横にしてるんですけど、ドーンと大きく縦のやつもあるんですね。ほう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 、
の品数すごいね。でこの時に、はいはい、その場でお名前を彫りますっていう、うんうん、その即彫りハンコっていうのもやってるんですけども、はい、今年は3日間で198個彫ったので、うん、もうなんかもう自分との戦いです。もうなんかつぶやくこともお母さん助けてとか頑張れゆかりとか言いながら、社員も励ましながら、社員 もう社員でもその時はもうこういるだけなんで、もうお前なんか使えないよって思いながら、もう自分との戦い。いやでもそうなるよね。でどんどん熱できていくし、どうしよう、もう目の前のことをやっていくしかないよね。でもすごいとか言われると、すごくないすごくないって言いながらずっと掘ってます。ちなみに1日何時間ぐらい、その3日間あるの？5時間5時間5時間とか。9時半会場の17時なので、はい、5時間。そうですね。でほとんどもうお昼とかも フルタイムじゃん、普通の。結構1キロとか痩せて、でまた晩食べて太ってまた1キロ痩せて、結局プラスマイナスゼロに、まあ、お食事も取れないですからね。水だけは飲みって言われて、本当そうです。でも慌てて飲むっていう感じ。過酷。いやもうでも職人だよね。そこまで来たら職人のお仕事みたいな。そう、ね、本当ご本人は大変ですけども、そのゆかりさんに掘っていただきたいっていうところですよ。やっぱそこが大事なんじゃないかなと思うんですよね。いやちなつさんいいこと言う。さすが素直に。私嘘言いませんね、毎回言いますけど本音しか言いません。なので逆に掘ってる人ってもしかしたらね、あの趣味でもやってる人っていっぱいいるかもしれないですよ。でもそれは自分じゃなく、うん、そこじゃない、やっぱプロのパンダの庭の吉田ゆかりさんに聞いてもらえるとね、嬉しいですよね。本当そうだと思う。だってさ、一つ購入するじゃん、友達が見ていいねって、その買ったご本人も あとこれよこれよこれを持ってもらおうと思ったら、はい、やっぱり次どういうイベントに出られるのかなっていうのを探すと思うんですよね。そして会いに行ってオーダーして、あの 毎日1キロずつ痩せて戻って、1キロ痩せて戻ってっていう繰り返しになるんでしょうけども、全然痩せないでも、もう細いからね。であのテレビってね、3倍ぐらいでよく言うんですけども、いや実際もすごいですよ。もうあの薄いから、もう見えないぐらい、あのお互いとこか、もうちょっとして CM なんだけど、なんか言っとく、どうしようか、どうしよう。ちなつさん大好き。でもこんな喋ったことないから喋、うん、れるのかなと思ったけど、やっぱり喋れる喋れる、すごいすごい本当。あもうちょっとで CM あるから、 なんかする、なんかしょく、パンダ社員絶賛派遣募集中です。庭の吉田ゆかりさんから素敵な情報がございます。お願いします。イエーイ。はい、3年ぶりになるんですけれども、はい、11月の27、28、29、はい、3日間金土日なんですが、はい、西宮の風の工房さん、工房っていうところで、はい、個展をさせていただくことになりました。素晴らしい拍手。それは何の個展？これとこれ、そうだって社員とハンコ。そうですね、パンダちゃんとハンコの世界っていうテーマで。あ、楽しそう。実は私双子で。あ、そうなんですね、はい、ご自分が、ご自身私がね、はい、で双子の姉がと私で、双子の姉は北海道にいるんですけど、はい、2人でパンダの庭ってのをしてたんですけども、うん、やっぱりちょっとあの関西でのこうイベントとかが多くなってきたので、やっぱ1人で
人のものを出展することが多かったんですね。なるほどね。でちょっと前、その前の個展の時は双子展って言って2人でやってたんですけど、今回は本当の個展です。私1人で。そうなりますね、はい、やっと。どうですか、個展ってなんかかっこいい、すごい。あとは言ってもこの作風なので、うん、かっこいいっていうよりはパンダいっぱいいるっていう風になると思うんですけど。でもその今日ね、短い間ちょっとお話ししただけでもゆかりさん の, その世界観とかがなんか会話見えるんですよね。なので個展も一歩足踏み入れた瞬間に、はい、ゆかりワールドになってるんだろうなというのが、ちょっと不思議ちゃんだけど真面目でしょそうですね真面目なんですよ、根は、うん、あの何も言ってないけどどうしたらいいのこれ、もう助けてもうみたいなね、向こうの方に言ってます。でね、まあ、個展のこともそうですけれども今後ね出られるイベントのこととか詳細はブログの方に、ゆかりさんブログでいいですか、上げられてる感じで、うん、ブログ停滞してるので。あ、どっちがいい、 Facebook ページが、 Facebook ページがあります、はい、Facebook ページのお名前をお願いします。パンダの庭丸で、丸ってのは、はい、もうここ出してもらってます。はい、これです。覚えられるパンダの庭私がすぐ忘れるだけ。パンダの庭、パンダはひらがなでいいですか。ひらがなで、庭は漢字で、はい、丸は、うん、モーニング娘。の丸みたいな感じで丸がついてる。あるんですね、モーニング娘。の丸がついてる。ごめん、真剣に分かってる。 あれね、あれ、そうそうそう、あれ本当はね、千夏の部屋みたいな感じでパンダの部屋にしたかったんだけど、うん、いいじゃん、庭になっちゃった。あ、庭になっちゃった。でもイメージそっちにで来てますけどね。あ、そうです、そんな感じです。だからパンダの箱とかね、パンダの部屋とかね、みんな間違っちゃう。パンダの庭、でも今後作ってたら面白いかもね。パンダの箱、箱とか庭とかちょっと閉めるわ、閉めるわ閉めるわ、はい、このまま喋る、はい、どうぞ、はい、本日のエレガントマダム千夏の部屋いかがでしたでしょうか。千夏の部屋では千夏への質問、目撃情報などなどメッセージにて、千夏の違ったよエレガントマダム千夏の部屋 Facebookです。普通に間違いを言っちゃいました。今日は吸ってないから今吸っておきますけれどもね、あともうちょっとで終わりです。 Facebook ページはパンダの庭です。本日は吉田ゆかりさんにお越しいただきました。